3分でわかるバーチャルおばあちゃん。意外と日本ってね、スターウォーズね、あんま人気じゃないよね。日本は肝を出しかいないからね、美少女キャラが出てくるゲームしかしない。ポケモンの登場するポケモントレーナーでスケベな絵を描くぐらいしか、そういう目的の気持ち悪いオタクしかいないから。あと風呂もめちゃめちゃ安くなってるし、おばあちゃん毎回やりましたけども、あの陽気なカイロレンさんが出てくるね、スターウォーズバトルフロントもあれ面白いのにね。はい、どうも、カイロレンですけどもね、ほんまね、スターウォーズなんでこんな日本で人気ないの？せっかくスターウォーズ出れたな、思ってたのにね、何この反応、誰カイロレン言われて、ほんま、腹立つわ、ほんまね。スターウォーズの、今回の主役やで、自分。もっとキャーキャー言うてや、みんなほんま冷たいわ、最近の日本の人ね、もうちょっと。褒めてくださいよ、正直、ほんまに、賞味。カイロレン先生、おはようございます、おはようございます。カイロレンってございますけども、ほんまにね、自分の親父が大嫌いでですね、自分、親父殺してますね。あ、カイロレンさん、ありがとうございます。ということで、自分、めっちゃ人気者やん。めちゃめちゃ人気者やないかい。この人気を映画にも反映させて、危ないんですわ、エピソード8が失敗して。自分、あとないねん。焦ってんねん、正直。8はダサく。僕の先生ですか？僕結構頑張ったんですけど、親父殺すなで、親父殺してもね、親父ひどいですよ。聞いてくださいよ、ちょっとほんまにね。親父クソ親父で、息子ほったらかして、息子を知り合いの変なおっさんに預けてね、自分好き勝手チューバカと一緒に遊んでんねえねやで。許せますか？わけのわからん超能力使う変なおっさんに。預けてですよ、ほったらかしてね。何自分好き勝手を賞金稼ぎや言うてね、自分の船乗って宇宙をね、あっちゃこっちゃ行って遊んではるんですよ。そりゃ恨みますわ。責任を持てへんのやら、この子買ったら子供作らんでくださいよ、ほんまにね。それはくれますわ。ママもママでね、息子ほったらかして仕事ばっかに明け暮れてね、キャリアウーマン言うてますけども、それもどうなんやろうな思ってますね、ほんまに。お母さんぐらいには甘えたかって。レイちゃんだけかな、僕をちょっと甘やかしてくれたのはね。まあ、全然僕はそういう恋愛感情とかやないんですけども、レイちゃんはあの子、ええ子やね。あの子ええ子や、レイちゃん。別に好きとかそういうのはないねんけども、あの子ええ子やな、思ってレイちゃんね。レイちゃん好きな、好きちゃうわ。そんなんちゃうわ、別に。ただええ子やなってだけでね、別に好きとかそういう、惚れてんねん。向こうがちょっとね、テレパシー使ってなんか話しかけてきたりしますけど、最近ね。別に僕は好きちゃうねんけどね。好きなんかな、僕のこと。好きな、ヒューヒュー言うてますけど、その付き合うとかそういうのちゃいますからね、別に。僕、そう、結構、タイプじゃなくて、まあ、でも、ええ子やな。ダース・ベイダーおじさん、おじいさんです。僕、そう、ダース・ベイダーさんがね、おじいさんなんです、僕ね。こっつき歩いて遊んでるね。実の父親より、その、シスのなんかかっこええやんか、その、ダース・ベイダーおじいちゃんの方がね、ジェダイ皆殺しにするなんてもうめっちゃかっこええやん。それに憧れてしまいまして、やっぱ親父目指すなら、それはダース・ベイダーおじいちゃん目指した方がいいかな、思って僕もシスになったんですけども。はい、どうも、カイロレンでございますけども、イェイイェイ。ってことでね、疲れた、長い